こんにちはカナ大にタスです超絶グダグダの弾劾裁判終了アホすぎた民主党の悪あがきということでお話をしていきたいと思います。 はい。えー、最初にまずフロリダ州知事のディサンティスさんですね。が、すごくいいことを言っていたので、そのお話をしておきたいと思います。すごくいいことって言っていいのかなよくわかんないですがえー、まあ、至極まっとうなことをですね、自治政権に向けて発信したんですね。えー、現在ですね、自治政権は変異株の増加に歯止めをかけるために、フロリダ州を含む複数州への国内移動禁止命令を検討中だという話が出てきたようなんですね。で、これを受けて、まず、まあ、あの、 それは完全に違憲であるとして100%反対するというふうに表明しているんですね。で、それだけじゃなくて、国民に移動規制する癖して不法移民どんどん入れてるじゃねえかということで、もう本当にその通りなんですよね。その国内での移動すらダメっていうふうに言ってる癖して、海外から人ガンガン入れるってどういうことってこれなんか日本みたいな感じですよね。うん、なので、まあ、これはね、 ほんとその通りで、四国まっとうなので、ま、ぜひとも自治政権にはこれはちゃんと理由を説明していただきたいですよね。その人道的な理由がうんぬんかんぬんで、じゃあ前アメリカ国民の人道とかその人権はいいのかいっていう話になってくるので、なんで危険をわざわざ入れなかんのだっていう話になりますので、まあ、この辺はね、ぜひ自治政権はですね、ちゃんとみんなが納得するようなことを言った上でこういうことをしないといけないんじゃないかなというふうに思いました。はい。 で、続いて、ミネソタ州に関してです。えっ、ー、と、BLM 関連の訴訟が起きたという話が上がってきました。えー、ミネソタ州でレストランを経営していた二人がミネ、ミネアポリス市と市長を訴えたということですね。えっ、ー、と、この二人のレストラン経営者はですね、昨年の夏ですね、のあの暴動の時に、えー、自分が経営していたレストランを失う。 ことになってしまったということです。で、えっ、ー、と、その市民を BLM の連中からですね、あの、守る責務を怠ったと。で、その結果、甚大な被害を引き起こしたとして、えー、ミネソタ州の連邦町裁判所に提訴がされています。で、ちょっと訴状を見つ,見つけきれなかったので、えっ、ー、と、何を求めているのかっていうのが、明確に僕まだ分かってないんですが、えっ、ー、と、ニュース記事読んだ感じですね、多分、えー、4億5千万円の損害賠償。 と、あとは、市長と市の組織、まあ、多分これ警察組織の話だと思うんですが、えー、の責任を認めさせるように求めている、そういう裁判になります。 はい。一応、原告側の主張とか言い分等々ですね。えっと、まずこの原告、原告の方なんですが、えっと、のうちの一人は、1946年創業のレストランを経営していたと。で、最初はたった15人しか収容できないようなちっちゃいレストランだったのが、えー、人気があったから50人のところまで増席できたと。で、えっと、もうこれ何年だ ?54 年の70年以上ですね。70年以上の歴史を誇っていた、えー、そういう人気のあるレストランを、 市長の判断のミスで破壊されてしまったというふうに主張してるんですねえ、何が起きたかというとこのレストランがあったのが第三地区にあったそうなんですがそこに配備された警察を途中で撤収させたと で、その撤収させた結果、暴動に歯止めがかからなくなって、街がめちゃくちゃにされてしまったと。で、自分の経営していたレストランが、もう焼け野原になっちゃいましたよ、ということなんですね。で、このなんか撤収させた理由が、警察の身を守るっていうのが一つと、あとは、えー、っと、なんか施設、多分警察署とかの話だと思うんですが、そこを守るためみたいな感じらしいんですね。いやいやいや、ちょっとそれ違くないっていう話なんですよね。うん。で、えー、っと、 一つ今懸念しているのが、腐敗した民主党使命への判事に却下されないかすごく不安であるというふうに、このレストランのオーナーさんは、えー、心境を吐露しているということですね。 まあ、ぜひともこれは最後まで戦い抜いてほしいなというふうに思っています。で、これに対してですね、えっと、ミネアポリス市側の弁護士は反論していまして、えー、市長は州兵の派遣要請をしていたっていうふうに反論してるんですね。ただこれ、原告の市長と噛み合ってないんですよ。原告の市長は警察を撤退させたことによる被害の発生を訴えてるんですね。 でも、このミネアポリス側の言ってるのは、その警察がいなくなった後に、州兵派遣しましたよっていう、要請をしましたよっていう話をしてるんですね。で、そもそもこれ、州兵って派遣してましたっけなんか僕、拒否ったみたいなニュースいろんなところであったから、ここ拒否ったんじゃないのっていうふうに思ってたんですが、派遣してたんですかね、本当にね。ちょっとその辺ちょっと詳しくわかんないんで、調べてないんでわからないんですが、えー、ひとまずですね、 時間軸ずれてるんですね。その、被害が発生した後に派遣要請をしたんだ、みたいな感じのことを言っているようなので、いや、あの、だから違うんですよっていう話なんですね。はい。まあ、なので、これはですね、ぜひとも、あの、裁判所に公正な目で見てもらってですね、で、ぜひ、その、市長側には、償いをしてほしいなというふうに思いますね。はい。 では、えっ、ー、と、今日ね、すごくいいニュースですね。トラさんの弾劾がもう無罪,無罪判決ということがつい先ほどですね、出ました。ね、まあ当たり前なんで、まあパチパチパチとかすることでもないかもしれませんが、まああの、一つ嬉しいニュースですね。 はい。で、えっ、ー、と、57対43で無罪判決になったということです。まあ、なんで最終的にですね、共和党側からさらに一人が有罪に流れたということです。えっ、ー、と、リチャード・バーっていうノースカロライナ州選出の議員さんで、なんかもう今年で、今年じゃないや、えっ、ー、と、今季で引退することを決めているようなので、まあもう好きにしてくださいっていう感じですね。 はい。で、この人がこの有罪に流れた理由になるんですが、おそらく、今日午前中にあったね、ちょっとグダグダな民主党側からの抵抗があったんですが、それが原因なんじゃないかなというふうに思ってます。はい。えっ、ー、と、午前中に起きた予期せぬ出来事ということで、あの、本来だったら今日はもうしょっぱなからすぐにクロージングアーギュメントですね。えっ、ー、と、なんていうのサイ、ファイナルアーギュメントかな。ちょっとごめんなさい。名前、正しい名前ちょっと、えっ、ー、と、正確には言えないんですが、とりあえず最後の口頭弁論みたいなことをやって、でもうすぐに判決を出そうと。 で、もう今日ですぐ終わりみたいな感じにしようと思っていたにもかかわらず、突如、検察側の民主党会議員側から、証人をここに呼んで証言させたいっていう提案が出るんですね。で、これは55対45で承認されました。あの、まあ、5人はいつものメンツです。はい。 で、えー、っと、まあ、これに対してですね、寅さん弁護団も実は多分準備できていたようで、301人に上るですね、承認候補リストを公開してですね、はい、我々はちゃんと準備できてますみたいな感じですね、のところも見せてました。はい。まあ、とりあえずですね、こんな感じで民主党側から、その、本来だったら予定していなかったことを突然やり始めたんですね。で、えー、っと、これなんでこの、 突然承認呼ぶことになったかって言ったら、まあ、もちろん昨日までの段階で、その、トラさん弁護団にもう滅多打ちにされてるんですよね。で、最後の望みをかけたのが、えっ、ー、と、共和党の会員議員のですね、ハレイラっていう議員さんがいるんですね。この人は、あの、会員での投票の時に賛成に投票している人です。で、この人が言っているのは、1月6日にトラさんとマッカスイ会員リーダーとの電話の内容を暴露しています。 はい。で、どのような内容かというと、なんか、トラさんに暴動を止めるように、えー、会員リーダーが電話で言ったと。で、それに対してトラさんは、いや、まずそもそも彼らは私の支持者ではないから、えー、私が止めることにはなこ、止めるべきで、止めるべきではないじゃないな。あとりあえず、まあ、支持者じゃないと。まあ、その暴れてる連中は違うと。まあ、確かにそうなんですよね。まあ、100%違うとは言い切れませんが、ほとんどが違ってたっていうのがだんだん分かってきてるんですよね。うん。この前もね、なんかの、ほとんどが、なんか、一部、 ほとんどって言ってんのかな一部って言ってんのかな、まあ、とりあえずあの、そもそも今まで選挙で投票したことがない人すら、えー、あの中にいたということなので、その純粋に支持者っていうのはどうなのっていう話なんですよね。で、えっと、さらに言うとですね、まあ、拒否はしたけど実際には動画にて、あの、平和に帰ろうっていうふうに呼びかけしてるんですよね。 うん、なので、ええー、まあ、この主張はどうなのっていうふうに僕は正直思います。で、あとは、えー、彼らの方が選挙のことを考えているようだっていうふうに、まあ、これ、トラさんの完全に皮肉だと思うんですが、まあ、その辺も、えー、トラさんが電話の中で言っていたと。で、結果、その、会員リーダーとだいぶ、えー、口論になってたみたいなことを、この、会員議員のね、ハレーラっていう人は、えー、暴露しているんですね。で、多分、これを受けて、えー、上院議員の一人があの、もう名前をごめんなさい忘れちゃいましたが、えー、が、今回、 有罪の方に流れたんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ひとまずその民主党側が、民主党側はこれを、まあ最後のね、えー、なんて言うんでしょうね、えせ、ー、めてものを犯行と言いますか、の道具として使おうと思っていたようなんですね。ところがですね、その後ですね、あの、虎さん弁護団であるとか、共和党の上院議員が、よっしゃじゃあ、もう DC 市長、 自称副大統領のおカま、または下院議長ババ様等々を証人としてここに立たせて、事前にどれぐらい暴動のことを知っていたのかを証言させようっていう風に言い始めたんですね。でもこれを受けて、民主党さん困った困ったってなっちゃったんですよ。で、DC 市長は、えー、拒否してますよね。 前日、前、前日か、前日にもう拒否するっていうふうに声明出しちゃってるんですよね。で、あとはですね、その FBI からの報告資料等々から、もう明らかに事前にお前ら知ってただろうっていうことが分かってきてるわけじゃないですか。まあ、なので、これはやばいというふうに民主党さんは思ったんでしょうね。はい。まあで、えっ、ー、と、マコーネルと、えっ、ー、と、あとはチャック・シューマーかな、の上院内総務が、あの、議論をしたと。で、そのすでに、まあ、証言はもうさせないどこうと。 とりあえず、下院議員の言っていることは参考意見として記録に残すだけにしておいて、もう今回は承認を呼ぶことはしないことにしましょうっていうことが決定されたんですね。はい。で、これもマコーネルもですね、実は今日の午前中にですね、もうあの、今回のこの弾劾は、トラさん無罪っていうふうに公表しちゃってるんですね。まあそれも知っての上で、 もう民主党側と,側としてはですね、これ突き進むと、どん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 沼に、えー、ガバ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 って突進していくような感じになってしまいますので、えー、もうどうにもならないと。 いうことで、まあ、諦めたんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、ということで、最後はですね、民主党さんが勝手にね、泥沼に突進していったっていう感じで、えー、おしまいっていう感じですね。はい。まあ、ということで、あの、当初ね、始まった初日の時には、その、虎さん弁護団大丈夫みたいな声上がってたんですが、まあ、だんだんギアが上がってきてですね、えー、特に昨日ですね、とかはもう、めったうちに民主党をしていましたよね。はい。で、まあ、今日もですね、同じ感じでね、えー、と、まあ、完全にカウンターですよね。あの、 ちょっと呼ばれたらやばい人たちを呼ぶぞっていうふうに弁護団にも共和党上院議員にも言われて、で、もうどうすることもできなくなって諦めたみたいな感じですね。はい。まあ、ということで、まあ今回もともとね、その、 なんだろう、単なる時間の無駄じゃないかみたいなことを言われていた、えー、弾劾裁判なんですが、まあ共和党側としては、あの、公共の電波を使ってね、あの民主党側のダブルスタンダードとかですよね、そのあたりをだいぶ世に、えー、広めることもできたんじゃないかなということで、まあ時間の無駄といえば無駄だったんですが、プラスにもなってくる話だったんじゃないかなというふうに思いました。はい。えー、ということで、とりあえずトラさんが無罪になったということでおめでとうございますということで、えー、今回の動画は終わりたいと思います。 はい。えー、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後はね、今日あの、朝の出来事なんですが、えーっと、タヌキがね、最初ここのね、この爪とぎでね、自分の尻尾をですね、追いかけてくるくる回って遊んでたんですね。で、そこにデブちゃんが突っ込んできて、なんか、なんでしょう、ちょっかいかけ始めたんですね。そしたら、まあ、最終的にボコボコにされるっていう <laughs>、いう感じで終わりました。はい。で、この、わかりますこのデブちゃんの耳がもう、 完全になくなっている状態。ドラえもん状態になっているんですね。まあ、これがね、その、なんだろう、ツルツルになっててすごく可愛いんですよね。こういう時もね。はい。まあ、あの、心底笑わせていただきました。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。